スラウンドが始まる。戦いの火蓋が切って落とされる。飛び降りてコースを変えていくか。コンボを叩き込む。ジャンプからの攻撃は許さない。プレイヤー1、まずは体力をリード。見えづらい攻めだがしっかりガードしている。飛びをガードして、ここは飛び道具での牽制。圧力をかけていく。うまくラインを押し返した。連続技をしっかり決めていく。ゲージを使って SA をコンボに絡めていく。腕は見えている。ここは飛び道具で牽制。触れば終わる状況。体力差はある。これはバーンとしている。届いた。プレイヤー1、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。インパクトの隙、打ち取れるか。この距離は飛び道具を使う。ドライブインパクトが当たらない。抜け目なくコンボを叩き込む。チャンスは逃さない。プレイヤー1、若干体力リード。上はしっかり見えている。一瞬で画面端まで到達した。コンボでダメージを与えずにゲージを使っていった。ここで SA、 試合を動かしに行く。一気に畳みかけたいところ。ここでバーンアウト。チャンスは逃さない。キッチン落として飛び道具をアクセントにきっかけを掴むか。さあ逆転を見ているか。飛んでいる。投げが決まった。あと一発小づくだけ。打ち込んでいった。リバーサルで脱出を試みる。プレイヤー2、思い切って倒しきる。